なんかさ、よくさ、配信者の人ってさ、うなちゃんマンにしてもそうだし、亡くなったうなちゃんマンもゆいがんもそうだし、今だったら三倍目ひかるもそうだけど、直樹兄さんとかがモノマネするようにさ、声真似とかよくされるじゃん。俺だったらさ、野田ゾーリとか声真似するじゃん。でも誰も俺の真似してくれないんだよな。なんでな？特徴ないってこと俺。ないのかな？インパクトないのかな？うん。いや、画面数違うじゃん、それ。なんか顔じゃん。でもよく見たらそんな似てねえし。よく見たら。なんかリアクションとか、だからそもそもあいつパクリだからね。パクリだからね。だって俺が富士山登ったら、韓国のわけわからん山登ってたし、なんか俺が家とかで座談会やったら座談会やってたし、みたいな。そう。元々そうだから、もう10年ぐらい前に。まあ向こうの方が人多いから、なんか向こう本家っぽくなってるけど、元々めっちゃ真似てたからね。絶対知ってたんよ。絶対知ってた。そもそもだねっていう。ね。いや、あのね、この家の前の家の時に、マチアハウスの時に、なんかそれで検証したことがあるんだよ。この俺にそっくりな韓国からでも俺のこと真似てねえかって言って、で、なんかリスナーになんか録画を探ってもらって、漁ってもらって、ほんでバン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 出てきて、お前が富士山登った後に山登ってる。お前が座談会やった後に座談会らしきみたいなことやってる。お前が辛いもん食ったら辛いもん食ってるみたいな。なんか一個や二個じゃなくて、なんか何個も何個も同じ時系列で似たような企画やってるのが出てきたんですよ。その当時に。これもう録画ないから、そのアフリカ TV だからもう録画残ってないから、もうそう証明しようがないんですけど、でも本当にその時そうで。だから多分そろそろ台湾行くかもしれないね。あの人もね。びっくりしたもんだってガムストからさ、インスタグラムの DM でさ、竹島問題についてどう思いますかみたいな、記者会見かよみたいなメール来たからね。そう、コラボする前にお聞きしたいんだけど、韓国の悪口を言ったのは本当ですかとかさ、本当に決まってんだろ。竹島問題についてどう思いますか、日本の固有の領土って言って返したら、二度と返ってこなかった。そう、そんなの聞くような質問じゃねえだろって、日本人からしたら日本の固有の領土だと思ってるわっつって、でもあんたら韓国人からすれば独当だって話でしょったら、それだけの話じゃん。別にお互いそう思ってるだけじゃん。別にそれでなんでコラボがなくなるかが全くわからない。そう、リンゴをリンゴっていうかアップルっていうかの違いじゃないの。俺たちはリンゴっていうし、アメリカ人はアップルっていうしっていうもんであって、俺らからすれば竹島は日本の固有の領土ですよ。だけどやっぱ歴史認識が違うから、韓国人たちは韓国の領土だと思ってるって話でしょ？別にそれはそうだよね。うん。だけど、それとなんでコラボに繋がらないかが全くわからない。まあ多分自国の悪口を言われて誰も絡むやついねえだろっていうスタンスで、まあ気持ちはわかるけど、そんなこと言ったって韓国だって日本の悪口言う人がいるんだから。日本人が言ってるわけじゃないし、どっちかっていうと韓国がふっかけてくるからこっちは言ってんだって話じゃないですか。別に日本から悪口言うことなんかないですからね。竹島にしたって尖閣にしたって手出すからこういう話になってるって話だから、別になんか。俺はそこでなんかガムスタと絡みたいから、その歴史認識とか領土問題に関して、日本人としてブレるわけにいかねえと思ったから、はっきり言ってやったよ。だってそのインスタグラムの DM がさらされるかもしれないし、そこで俺が日本人らしくない回答をしてたら、それの方がよっぽど一人の日本人配信者としてマイナスだから、コラボなんかへったくれもねえっつって、俺がちゃんと日本人としてこれは言わなきゃいかんと思ってるから、いや竹島は日本の固有の領土ですって言って、そう従軍慰安婦問題とかまで聞いてきたからね、だから確か、いやもうこっちは賠償金払ってんだからっつって、うん、そういうのも全部わざわざ書いてよ俺。そしたらなくなったっす。まあ裏話ですけど、でもガムスタの気持ちもわかる。やっぱ俺よりもはるかにでかいファンを抱えてて、リスナーを抱えてて、韓国でもトップ YouTuber なわけだから、そのやっぱり自国のことをちょっとでも悪く言ってたら絡めないよねっていうのは、例えば日本だったらヒカキンだったらわかるじゃん。ヒカキンが日本の悪口言ってる人と絡むわけないでしょ。だからそのガムスタの気持ちもわかる。だけど俺は残念だなと思った。うん、別にそれとコラボなんでって思ってね。うん、なんか宗教とスポーツ絡めるみたいなもんで、なんか嫌やなっていう。なんて返したっけな、見てみよっか質問内容。じゃインスタ開けばわかるわ。慰安婦問題について発言された部分がありますか。あります。従軍慰安婦問題に関しては賠償金はすでに払ってると発言したことがあります。独当に関しても言及されたことがありますかっていう。あるとしたらどんな発言ですか。竹島に行きたいと発言したことがあります。竹島は日本の領土という認識ですっていう。石川さんが出演されたり撮影された映像で韓国について悪く発言された部分はどんな発言ですか。元大統領であるパククネさんの日本を千年恨むという発言や、韓国の反日教育についてあってはならないと発言したことがある。しかし私もガムストさんも
マムストさんの視聴者の方もそれぞれ歴史認識や考え方が異なるのは理解できます。一人の一個人として考えたいと思っていますし、マムストさんが良ければ私はコラボに関しては問題ありません。コラボに対して歴史や政治を持ち込むつもりは一切なく、お互いの考えを尊重して臨むつもりですという、私個人の生放送とコラボは一切別物と考えていますって返したんだよね、うん、だけどダメだった、うん、これが俺のメッセージです、向こうに送った、うん、間違えてないでしょ、だって日本人としては。いや帰ってきた、あのちゃんと帰ってきたよ。まあだけど、まあ、あの向こうのメッセージを読んじゃったら晒しになっちゃうからあれやけど、まあ、丁寧に返してくれたよ、うん、まず答えていただいてありがとうございましたっていう。ただまあ一緒になってコンテンツを作るのは難しいかなと考えますと、これからも健康に気をつけてお互い活動頑張りましょう、頑張ってくださいっていうメッセージやね、ざっくり言うと、はい、まあ大人の対応だよね、向こうもいちいち面倒なことなんで聞くんだろうっていう、うん、まあ日本以上にその領土問題がね強いんじゃないの。韓国で日本を好きっていうことにデメリットもあるわけですよ、韓国っていう国はね、うん、一部にね。だからこういうことを言ってる俺と絡むと、お前ガムスと正気かってなるわけよ。お前こいつ掘ってみたらひろゆきと韓国の悪口めっちゃ言っとるやんって、まあ、公式であったよね、ニコ生の公式とか、まあその他俺の普段の配信もそうだけど、大丈夫かみたいな、俺お前のファンやめるわって言われかねないわけよ、ガムスト的にはね。だからコラボするしたい、だってまあそもそもコラボって向こうが言ってきたんだけどね、俺が言ったわけじゃない。俺はリスナーに韓国にお前にそっくりなやついるぞをいじっただけであって、それを向こうもいじってくれて、なったらなんか兄弟だコラボしてって言ったのは向こうなんですよ。別に俺からコラボしたいって言ったわけじゃないんだよ、ガムスターの方からコラボっていうワードを出したんだよ。だから俺はじゃあパスポート作って韓国行くねって話になった。そうだけど実際そのコラボが現実味を帯びた時に垂れ込みもあったんでしょうね、ガムスト側にね、あの向こうのリスナーからね。そしたらまあなくなったって感じやね、うん、まあ仕方がない話やね。だけど俺はガムストヘタレとも思ってるけど、だけどガムストのおかげで実際韓国も行ったし、会えなかったけど、あの台湾も行けたんで、パスポート作るきっかけになったんで、なんで感謝もしてます。 YouTube に関してはガムストとヘズマとフォイには頭が上がらないです、うん、俺の YouTube 広めてくれたきっかけの3人だから、特にねヒロなんかもそうだけど、まあほんと鳴かず飛ばずのクソみたいなうちの YouTube をですね、たくさんの人に広げてくれたのは、まあ間違いなくガムスト、ヘズマ流、フォイ、ヒロだと思います。はい、まあその他俺いつもブツブツ言ってるけど、ブツブツ言ってるのも見てもらえなかったわけよ、誰も知らなくて。だけどある程度上がってかないと見てももらえないじゃん、 YouTube って広い世界だから。なそこに関してその4人には感謝してるかな、すごく。別にコラボしてなんか仲良くなったから成り合ってるわけではなくて、単純にうちの動画一つ見た時にやっぱ再生数も違うし、あの俺なんかいつも見てるわけだから、チャンネル人数が増えたのも知ってるから、初見が増えたの知ってるから感謝してますよ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。